アリベルト、ミハイロビチデムチェンコは、ソビエト連邦、ロシアソビエト連邦社会主義共和国のペルミ地方、チュソボーイ出身のリュージュ選手。1992年アルベールビルオリンピック、1994年リレハンメルオリンピック、1998年長野オリンピック、2002年ソルトレークシティオリンピック、2006年トリノオリンピックと5大会連続で、 オリンピックに出場しており、トリノオリンピックで銀メダルを獲得し、自身初のオリンピックのメダルを手に入れた。リュージュヨーロッパ選手権でも、金メダルを2006年の一人乗り、銀メダルを1996年、2008年の一人乗り、銅メダルを1996年の二人乗りで手に入れている。2014年ソチオリンピックでは2個の銀メダルを獲得し、 冬季五輪の史上最年長メダリストとなった。2004、5年シーズンには、リュージュワールドカップのシーズン優勝を飾っている。2018年2月1日、ドーピングの証拠不十分で国際スポーツ、仲裁裁判所によって2014年ソチ五輪で、獲得した彼の2つの銀メダル記録が回復された。ありがとうございます。